さあ、じゃあ続きやっていきたいと思います。りょうさんが折れましたな。どうなることやら。うん、三すくみ状態か。おお、すっかり梅雨だな、ひろぼ。今日も悪い天気ですな。はい、おはよう。あ、美人のお姉さん。今日は雨が来そうだぜ。傘持ったかい、あんちゃん。剣士が可愛いっすね。やえば。いないんだ。かわいい猫だ。リアルだな。あー、うー、えい、かわいい。あら、捨て猫？そう、なんとかしてあげたいけど、うちは旦那がアレルギー持ちなのよね。やっぱそういうのあるよな。あの、住んでるアパートが無理とか。だよな。でも、あ、いや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 、猫っぽい感じもするけどな。そうだね。おはようございます。いつものやつ。おはようございます。昨日江ノ島と湘南ベイビーがやり合ったそうです。やっぱりか。やれやれ、舐めやがって。しかもやばいですよ。大方の予想通り江ノ島が勝ちました。数的にはそうなるわな。湘南ベイビーは数に頼る集団じゃなかったし。とうとう江ノ島がこの東区に。この学園も狙われますね。やっぱ50対100じゃな。大変だな。まあ、人ごとみたいに。わかってるよ。面倒になるってのは。お前らにまでちょっかい出してくるようなら言え。全部私が潰して回るから。あ、はい。さすが愛さんだ。相反がおれば怖いもんなしや。お前酔っ払ってたじゃねえか。来るなら来いというやつですね。とはいえ江ノ島、片瀬レンナか。面倒になりそうだ。レンナちゃん、喧嘩自体はどうなんだろうな。頭使うタイプなのかな、やっぱ。ん？ああ、押す。やったぜ。不良たちの構想があったってマジ？あ、南くんの出番か。俺の情報網によると、多分マジ。話してた矢先に怖いたい。喧嘩だよ喧嘩。ヤンキーどもが暴れてたの。何、巻き込まれたのか。うん。辻堂も朝から機嫌が悪い。よからずたちに動きがあったのは確かのようだな。不良って話は好きだけど自分が入る気にはならんわ。まあな、自らよからずを名乗るような連中だ。近づかないに越したことはない。
うん。何見てんだ。こそこそ見てんじゃねえ。鬱陶しい。うん。辻堂さん、怖すぎ。ほんとほんとほんと。女の子のする目じゃないよあれ。うん。まあな。ハセ君、3階の会議ですけど。そうですか。よろしくお願いします。うん。それで、あ、女子も顔出した方がいいそうだから今日は私も行きますね。そっか。なあ、はい。その3階の準備だけど、あの、あ、出たいのか。辻堂さん、ひょっとして準備参加してくれます？は？うん。興味があるようでしたらぜひ。いや、別に興味はねえって。ただまあ、くじは私だったから。やっぱ気にしてたんだ。うん。そこまで言うなら。きっかけが欲しかったのかな。なになに？辻堂さん、準備会やるの？あ、辻堂さん、さりげに3回楽しみでしょう。え？この前図書館で郷土資料読んでたでしょ。見たよ見たよ見たよ。あ、開会会について調べてたよね。ひょっとしたらと思ってたんだ。おい、よせ。あんま言いすぎると。いや、そんな。見てたじゃん。それも30分くらい熱心に。意外。辻堂さんがね。あの、皆さん。楽しみじゃねえよ。あー、勢いで行っちゃったやつ。でも図書館で。ああ、でも何でもないです。くじが当たったから気になっただけだ。せっかくいい感じだったのに。あの、辻堂さん。しつこいぞ。びっくりした。急にどうしたんだ。もうダメだよ、ああいう感じは。まあ、どっちも悪くない。やはりお近づきにはなりたくない人種か。降り出したか、この感じ。夜に向けて土砂降りになるな。嵐の始まりか。うん。あ、猫大丈夫か。立候補はまあ。これ、どうにか辻堂さんに渡せないでしょうか。
余計にあれかな、今はダメなんじゃないか。準備、私が手伝うのはいいですけど、楽しみなら辻堂さんにも参加してほしいですね。本当にね。母に迎えに来てもらいます。よかったよかった。はい、また明日。不思議な子だ。喧嘩以外は本当に普通の女の子なんだろうな。うん、いい場所があればいいんだけど。そんな顔するなよ、うちは無理だから。無理だって。じゃ買わねえからな。2、3日だけだぞ。愛着が湧いちゃう。はいはい。あ、なんて綺麗な顔するんだ。王道パターンじゃないですか、ヤンキーと猫は。お腹すいた。早い。ヒーローってば。ん？元気ないね。どうした？落ち込んでる？ただいま。おかえり。雨、大丈夫だった？お母さんだったのね。あら。アイ、うちは無理よ。分かってるって。誰か引き取り手が見つかるといいんだけどな。寝起きドッキリ。今日のヒロからは膨大なかまってオーラが出てたから、姉として添い寝してあげないと。実はお姉ちゃんは弟のオーラが目で見てわかるお姉ちゃんだったのです。甘えん坊な弟を持つと苦労するわ。あれ、起きてた。いいじゃん、せっかく来たんだし。えい。あ、あまあまやな。分かってますとも。これ蹴っ飛ばされるやつじゃないですか。
いいお姉ちゃんじゃない。なるほど。うん。あ？いかんいかん。って聞いてんだ。いえ、なんでも。ああ。ここの慣用句ですが、わかる人。具合に雨が引けたわ。お、でもいい天気とは言えないっての。もっと晴れた日にやりたいぜ。じじじ、こういうのは早い方がいいし。校庭が濡れてる方が効果的っすよ。攻め込むんか。本当にやるんですか。もっと走りや。ハリケーンの腕の見せ所じゃない。それはそうですけど。ビビってんじゃねえし、お前らももう栄光ある江ノ島の一員だし。その通り。さあ乗り込むぜ野郎ども。おっしゃ。お、ここに来たんか。辻堂あい、出てこいや。うわ、ようやるな。なんだあれは。下品な。ああいうパフォーマンスあるよな。ほらどうした、ビビってんのかよ辻堂。クミ、全員に招集かけろ。大至急だ。いや、まずは裏門に。それから駆け終わりました。よし、おい、辻堂が来ないよう見張っとけよ。はいよ。来ないように。うん、黙っとくし、本当に来られちゃ困るし。あるんだな、なんか。さて、聞いてっか稲村のバカども、私が湘南最強連合江ノ島のリーダーだ。これまでてめえらには馴染みがなかったが、今日からはここも私の管轄下に入るんでよろしく。そうよね、総裁店。あの人知ってる。総裁店のお寮ってすごい人だ。ああ、湘南ベイビーが負けたってマジだったのかよ。見せつけに来たってこと。あの、すり込ませるため。まあ安心して、上納金がどうとか古臭いことは言わないから。ただこの地区の頭が私に変わっただけのこと。そして聞いてるな辻堂愛。てめえもすぐに片付けてやんぜ。首洗って待っとけ。今日は挨拶に来ただけだから、これで帰ってやる。とくと頭に刻んどきな、私の顔とこの江ノ島の文字な。
マジかよ、江ノ島の時代が来るのか。さあ帰るぞ。もう行っちゃうんすか？辻堂が来てないんすけど。バカ、本当に辻堂軍団が出てきたらヤバいじゃん。今日は私ら20人もいないし。え？じゃあ今日は何のために？だから挨拶っすよ。こうすりゃこれから辻堂先輩の下につこうってやつが少なくなるじゃないすか。敵を叩くときはまず敵の戦力をそぐのが基本だし。なるほどな。じゃあこれただのハッタリ？プロパガンダっていうのよ。ひとまず作戦成功ね。これから1週間はこれを続けるわよ。じ稲垣にあたしらの名が轟けばそれだけで辻堂軍団にはかなりの痛手になるし。角材でどつき合うだけが喧嘩じゃないのよ。し今日のところは学校に帰って。危なっ。すっげー、愛さんの言うように裏門からここの踏切に回り込んだらドンピシャじゃん。言うこと言ってすぐに逃げるはず。だから逃げ道を潰しとけ。全部アイハンの読み通りや。アイハンすげえ。切れるんだな。辻堂軍団先回りされてる。しかも軍団全員。やばい、こっちは今20人くらいしか。全員下がれ。ティアラを呼んでこないと。げっ。おかえり。まさか私の作戦が見抜かれて。見抜くも何も、お前毎度同じことしかしねえじゃん。ハッタリから入ってすぐ逃げる。部下に無用な怪我人を出さない姿勢は嫌いじゃないがな。ああそういう。くそ、ティアラ、ティアラどこだ。レンナ様申し訳ねえ。ティアラちゃんでも無理か。あれ、もうやられてる。こいつ強そうなのにタックルしかできないの、なんとかしろよ。勝手に泥でこけて自滅したぞ。あんなに強いのに。うわぁ、うち最強のティアラさんが。逃げてレンナ様、ここは私が引き受けるし。ビリャー、返すぞ。え、あ、なんて顔。ギャープチって。さてと、片瀬レンナ、舐めた真似してくれた落とし前と、あと荒らされた工程を直してもらわねえとな。これなんだかわかるか？ローラー。そう、グラウンド整備用のローラー、通称思い込んだら。名前選べ。荒らした工程をこいつで鳴らすか、私に鳴らされるか。ちなみに私が鳴らす場合、うわぁ、こうなる。お、俺のバイクが。荒らしたのはお前だから選ばせてやるよ。鳴らしたいか鳴らされたいか。鳴らしたいです。すぐに元通りにします。よろしい。さて、コンダラがなくなっちまったから、お前らは私の手で鳴らすわけだが。くそ、相変わらずめちゃくちゃな。だが私と江ノ島があの程度でビビるかよ。ティアラ、起きろティアラ。クラクラするってのは。うわ、死ぬかと。かわいい。花子って言うんだ。お、花、なんでぺったんこなんだい。こっちをティアラ、この女ぶっ殺せ。おっしゃいけ、タカさん。え、あ、辻堂、そっか。おっしゃ、了解だったの、レンナ様。てか声も一緒か。くらえや、辻堂、スーパーミラクルエキセントリックアタック。あら、あれ、ギャー。サイの突進って電車も脱線させるけど、自然界で直撃することってあんまないそうだな。どいつもこいつも。
勢いが強い分あれなんだろうな、自分に返ってくるのかな。前々から思ってたけど、お前のチームバカが多すぎ。こうなったら全員でかかるんだ。でも20対1よ、なんとかなるわよ。そうか、あった、俺たちを忘れんじゃ。下がってろ組。お、乱闘にするより一方的に殲滅した方がいい。かかれ。圧倒的じゃないか。やっぱ喧嘩しても熱くなれねえな。まあ今日はそこが目的じゃない。くっそー、デタラメな強さしやがって。さて、てめえはどうしようか。授業妨害の罰としてうちの全校に土下座して、その後人間ローラーにでもなってもらうか。何？シャメ、ネット流出が一日でされる時代だからな。明日には江ノ島空中分解してるかな。さあまずは土下座から。よう総裁点、てめえ普通私の側につくだろ。すでに江ノ島に組下に王座を守る責任がある。ギリは通すんだろ。あっそ、であんたもやろうって。お前に勝てるとは思ってない。だが譲るわけにもいかない。時間稼ぎか。こんなもんで十分か。オーケー、今回は先輩の顔を立てるよ。行け。次舐めた真似したら殺す。江ノ島じゃまだまだ勝てなそうだな。次は江ノ島の全勢力を持ってぶっ潰してやるからな。やれやれだぜ。さすがアイさん、20対1で圧勝じゃないすか。30対1までなら勝ったことあるだろうが。今回はあっちの攻撃すら受けませんでしたよね。あ、でもここ引っ掛け傷。ああ、これは昨日猫に。ああ。なんでもない。それよりクミ。はい。覚醒器を用意してくれ。そのようだが。辻堂さん。話には聞いてたけど、むちゃくちゃだね。数でなんとかなるって感じじゃなかったな。それより最後の締めが渋いぜ。リーダーを追い詰めといて、でも元最強の涼さんの顔を立てて逃がすとか。胸がすっとしたたい。辻堂さんが何か言いますよ。ですです、本日は晴天なり。めっちゃ雨降ってる。雨降ってるじゃないですか、アイさん。黙ってろ。見ての通りだ。なんか言ってくるバカがいたけど、ご覧の通り怖がる必要はない。雑魚が何人集まろうとうちは関係ない。私らの世界の動向なんて気にしなくていいから、普通に生活してくれ。もしあいつらから何かされた時は1年の笠井久美子を頼れ。私のとこには来るなよ、めんどくさいから。以上。晴れたか。おお、すっげー、辻堂さんすげー。
むちゃくちゃかっこよかったたい。俺湘南ベイビーのファンだったけど、今度からは辻堂さんのファンになるわ。喧嘩より緊張した。あと任せた。かわいい。あ、はい。まったく、これだからよからずは。分かっているさ、逃げる相手を捕まえたこと、辻堂一人で片付けたこと、そして最後にはあえて余裕を見せたこと、いずれをとっても演目に近い立ち回りだった。安心感を演出するためだろう。カリスマだわ。と言っても彼女を認めたわけではないがな。よからずは所詮よからずだ。ほらみんなも。でも20人を秒殺ってやっぱ怖えな。彼女頼りになるけど近づくのは怖いたい。ファン活動は影からさせてもらおう。難しいな、なかなか。じゃあゴミの始末任せた。めっちゃいるんじゃないの。20人か。いてーよー。ちょうど新しい薬の被験者が欲しかったんだ。何が起きても身元不明で済むモルモットがこんなに。これだから稲村はやめられん。その後彼らを見た者はいなかった。懲りたら二度とうちに来るんじゃねえ。あ、ドクロの瓶が出てくるな。どうした。ちくしょう、恥ずかしい。思い出してんのか。族の総長やってて恥ずかしがり屋か。うっせえな。あんなの普通しないだろ。全校生徒に向かって勝った同宣言とか。まあ授業中に拡声器を持ち出す生徒は少ないな。ああもう。あの女の娘にしては可愛いもんだ。同級生？母さんのこと知ってんの？私くらいの年頃ならみんな知ってる。ああ伝説。稲村チェーンか。ああだいたい母さんのせいだよ。あんな伝説残してるから娘の私が喧嘩売られて、で今みたいになる。買ってる時点で同罪。私は舐められるのが嫌なだけだ。まあ自分で選んだ道ってのは確かだけど。やっぱり親子か。あ、先生って猫好き？猫？もちろん好きだぞ。ダメだ、実験体にされる。猫の毛から新しい薬が作りたくて今健康なドラを集めているんだが。それが？なんでもない。さてじゃあ切りが良いのでこの辺で終わりたいと思います。いや江ノ島をもってしてもティアラちゃんをもってしてもああなっちゃうんだな。実質対抗できんのが皆殺しだけみたいな感じなのかな。ここだと。お疲れ様です。ゲーム終了。お疲れさん。てめえこんなもんで終わる気じゃねえだろうな。愛さん待たしてんじゃねえぞこら。やめろバカ恥ずかしい。でもまた会いに来てくれよな。